こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。ショック症状の話です。ショックという言葉は、突然起こる体全体の末梢循環不全によって起こる症候群のことを言います。ショック状態の身体的症候としては、視司令管、冷や汗、意識障害、チアノーゼ、頻脈、呼吸困難、それに血圧低下などが現れます。その原因、発生機序、血行動態などから次のように分類されています。発熱、嘔吐、下痢、外傷、出血などで急激に循環血流量が低下するために、血液や血小の減少、脱水などによるものを低用量性ショックといい、出血性ショックがその代表です。また心筋梗塞や重篤な不整脈が原因で、心筋障害や心臓や血管の圧迫閉塞によって起こる心源性ショック、主にグラム陰性肝菌のエンドトキシンによって起こる細菌性ショック、敗血性ショックとも呼ばれることもあります。また循環血液量を超えた血管拡張が起こり、体内の血液分布がまばらになってしまい、相対的に循環血液量が低下してしまう血管運動性ショックがありますが、その代表的なものがアナフィラキシーショックです。この血管運動性ショックを起こす中には、麻酔や脊髄損傷、ワクチン、ペニシリン、さらに消化管に出血を起こすワーファリン、ステロイド剤、アスピリンなどの薬剤の服用でも起こることがあります。さらに急激な疼痛刺激によって起こることがあります。この疼痛刺激によってもショック症状が起こるということは、施術するものとして常に留意する必要があります。ショック症状が起こった時には、すぐに呼吸、血流量、血圧を安定させることが大切なので、迷わず救急車を手配することが重要です。では本日の話はこれで終わります。